リアム・ローソンは、すでに、まもなく解明されるアルファタウリチームで、F1 リザーブド,ドライバーとしての活動を開始しており、今週、イタリアでテストドライブを行っている。21歳の彼は、モータースポーツの世界舞台で、これまでとは、全く異なる年に向けて準備を進めている。6歳の時以来初めて、この9位のドライバーは競技プログラムに参加しないことになる。確かにクレイジーな気分だ。プレッシャーは、ほとんど感じなくなったと、ローソンは語った。 レーシングプログラムがないのは全く別のことだ。レッドブルのプログラムでは、昨シーズンがどれほど良かったとしても、常に評価される。もちろん、私は、常に自分自身を証明しているが、私には、それを証明できるシリーズはない。私が判断されることは、すべてすでに終わっているので、これから試合に臨むつもりだ。それは待ちの試合だ。昨年、アルファタウリで、5回の出走を果たしたローソンは、9位のドライバーたちに夢があれば、 なれるるととといいううことを証明しようとしよているロダンモータースポーツのデイブ・ディッカー最高経営責任者 CEO はローソンが他のドライバーたちに F1 の夢が実現可能であることを示していると語ったローソンは今年観察テストシミュレーター作業を含む F1 リザーブドライバーの任務を遂行するにあたりさらに厳しいトレーニングを積む予定だ目標はレッドブルのボスたちに好印象を与え 2025年のフルタイムシートを獲得することだコメント、リアム・ローソン、アルファ・タウリの今年の状況が語られています。今は、リザーブですが、今期中にシートを確保できるのか、何か移動があるのかが注目されます。